もう170いったよ。こっからは1個ずつ上げていこう。筋力4冊、技術2冊。筋力4冊、技術が2冊。はい。はい。170いって。まだ16万。ああ、よかった。生きててよかった。生きててよかったよ。筋力効果8冊と、あと技術は4冊ね。はい。いやでも結構使うなポイント。結構使わされますね。173。筋力が何冊？ 8 冊？技術が6冊。8冊。いやありがとうみんな。多分ね、最初から見てくれてた人、今日に限らずね、僕の星、結局放送だったり175キロ放送、見てくれてた方いると思います。皆さん、ここまでご視聴本当にありがとうございます。ケンジマンはこれからもね、頑張っていくんで、どうか応援のほどよろしくお願いします。これからもケンジマンは羽ばたいていきます。待って。17冊。ちょっと待って。待って。あー、スカウト評価足りてる！ここで負けても！行くぞ行くぞ！ちょっと待って5冊買って引力5冊買うでしょ。で技術も適当にな、適当でいいのもうこんなもんは買うでしょ。筋力があと150ポイント5冊、技術が2冊 ?7 冊 ?7 冊はね、ギリギリ買える。皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。ケンジマンは、明日に向かって羽ばたきます。やべ、技術買いすぎた。ありがとうございます。やったー、175だー。あーやったよみんな、あったおー、やったチェート回転。もうシュート回転残しとくべ。シュート回転残しとくわ。クソ面白いから。やったー、いったよー、あったおー。しかもクソポイント余ったわ。行くときこんながっつり行くんだな。パワーカーブマックスにするべ。あ、これじゃねえ。やったー、みんな。あとはもうアホの清本と竹本ボコすだけだわ。じゃあ行くぞ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 、し、見せてやるよみんなに175の超ハイパー速球。最強大学、君には幾度となく苦しめられたけど、今日がその最終回だ。やはり俺の175キロ理論は間違っていなかったんだ。いや嬉しい。いやもう正直ここで行くと思ってなかったわ。ウィニングランにも程がある。皆さんエピローグをご覧ください。見せてやるよ滝本、吹き飛べだ。力んじゃった。はい、ラッテー。
172。追い込んでから投げた。外角高め。フライ。全力のストレート。出るわけねえよな。185出た。凡人が打てると思うなよ。よっしゃ。こんなもんね、人間の反射神経超えてる。 0.5 秒の無意識を超越してるよ。これおめえから逃げ続けるのか。そんな人生嫌だ。俺はお前からもう逃げない。全力で勝負だ。食らいやがれ。勝った。清本に勝った。インコース低め、直球は外れても投げました。打ちました。清本に勝ったよ、正々堂々。よし。じゃあ2点。いやもう勝負しません。あの1回勝ったんで。もう1回勝ったんで、あの僕の勝ちなんで、勝ち逃げします。普通にバカなんでこいつ戦うの。見よ、パワーカーブ175のパワーカーブ。うわーすげえ。何今の曲芸師、とんでもないやつら。うちのチームに曲芸師がいます。さっき打たれたけど、本来お前なんかに打たれる球じゃねえんだよ。ナイス。よし勝て。よっしゃ、よし、なんとかこらえた。たっぷり四つ。しゃあ、あったぞ。ギリギリの勝利だったわ。175キロもっとしてもこんなギリギリまで追い詰める。さすが最強大学だが、しかし剣自慢の勝利と。いやー、上がった。じゃあ満点、関東勝利だね。さあこんなもん12球団強豪でしょ、マジで。さあもちろん日ハムの1位指名は北海道日本ファイターズ1位指名、ケンジマン、ピッチャー帝京国際大学だぜ。ドラ1。さあ僕の175のビビーがどこまで通用するのか。フライ。いや早くなってるぞこれ。伸び伸びと投げれてる。いや早いってこれは。フライ、これが全力のやつ。え、打つなよ全力ストレート。人がせっかく気持ちよく投げてんのに、なんで打つの。ビクターコールドバーギングね。はい、よいしょ。フライ、このパワーカーブね、ここのコースはね、何者も打つことはできない。150キロを超えたパワーカーブ、ここのコース絶対打てないから。よし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 、いいよいいよいいよ、いいですよ。何も見なかったことにしろ。何も見てねえ。この3点はサイレント失点です。僕は取られてません。俺は悪くねえ。全部バーリスが悪い。大抵バーリスが悪いから、このゲームで起こることは。よし、
よいしょよいしょよいしょ、よいしょ、はい、取れるよセカン。いやーもうごめんなさい締まらねえな本当に、締まりが悪いね。マジでさっきのホームランは俺からのサービスだからな、実力じゃねえからな。前のハリス勝負だ。お互いスタミナ消費量はタイ、激闘を繰り広げています。くらえ、はい、えやべえ、入んなくなってきた。細かいコース OK、 よし打ってくれみんな。あ情けねえなんだよこの最後は、しょうもねえな、しょうもねえわまあええやろ、バーリスにはかなわない。175キロ持ってしてもそういうことでしょう。もちろん先発、いやーよかった。皆さんご視聴ありがとうございました。175キロ無事達成しました。 OK やったぜみんな、完成したありがとうございます。無事ね、半年に及ぶ死闘が、いやまで今日クリアできると思わなかったわ。しかもなんかこんなクソ中途半端な時間にクリアしちゃったけどこんな朝方誰も見てないような時間にね、見てくれた皆さん本当にありがとうございます。13700417301370、13769、みんなぜひみんなの手で使ってみてください。最強のこの投手をぜひね、使ってみてください。いやーよかったまあ無事ハッピーエンドっていうことでいいんじゃないですか。ハッピーエンドだと思います。